はい、皆さんこんにちは。日本バトル&コンシェルジュ株式会社代表取締役社長の新井です。今日は羊の心得についてお話をしたいと思います。私の羊の心得については、X、まあ、旧ツイッターですね、こちらの方でもですね、日々発信してますんで、この動画ではですね詳しく解説をしていきたいと思います。今日の羊の心得なんですが、言葉にしなくてもお客様の望みを察知し満たすことができる羊でなければならないという心得になります。これ何かというとですね、言葉にしなくても、お客様主の方っていうのはですね、お望みっていうのは必ずしも言葉にしない場合が結構多いんですね。あとお客様側で本当のお望みを気づいていないというケースもあります。ですので我々羊はこのお客様が言葉にしないお望み、あるいはお客様も気づいてないお望みを察知しなければならないというですね、羊の心得になります。これね、具体的な例で言うとですね、例えばお客様が悪いんだけど新井君今すぐ牛丼買ってきて5分以内にって言われたとしますよね。で本当に5分以内に牛丼を買ってこれればいいんですけど、でもこれがねちょっと気の利いた羊であれば、あれ なぜあのお客様と5分以内に牛丼なんですかって聞くわけですよね。でそうするとお客様は、いや実はさ、もうあのこの後すぐ5分10分後ぐらいに会議があるからそれまでに食べられる、で牛丼だったら、ね、すぐパッとこう弁当でも作ってくれるでしょというふうに答えたとします。でこの場合のお客様っていうのは牛丼を食べたいわけじゃないんですね。お客様は早く食事をしたいと、会議に間に合うように、これが本当のお望みだったりします。そうすればまた違う選択肢が出てきますよね。例えばあの実は作り置きのお弁当がありますんでこちらを召し上がりますかとか、シェフの方で作り置きのパンがありますんでこちらをサンドイッチにしてすぐお出ししますとか、そういう選択肢が出てきます。ですので羊はお客様が言葉にしないお望み、あるいはお客様が気づいていないお望み、これを察知してこれを満たすことができなければならないという心構えです。今日のお話いかがでしたでしょうか。もし役に立てたなとか面白いなと思いましたら、いいねボタン、そしてチャンネル登録をお願いします。ご清聴ありがとうございました。